大原敦也は、佐賀県東松浦郡玄海町出身の元プロ野球選手。宇藤右みち。現在は、兵庫県で野球スクールのコーチを務める。小学3年時、野球をやっている友達の姿に憧れて、地元小学校の軟式少年野球チームに入部。5年でレギュラー。6年では、部員26人を率いるキャプテンとなり、 150チーム以上が参加する全国大会でチームを準優勝へと導いた。中学から公式野球を始める。佐賀学園校卒業後、福岡六大学野球連盟に加盟する九州協立大学を経て、2008年に社会人野球企業チームの日立エクスプレスに入社したものの、同年秋に同社が倒産、解散したため、高松市にある社会人野球、 クラブチームのアークバリアドリームクラブに移籍。その後、四国、九州アイランドリーグのトライアウトを受験し、2010年に香川オリーブガイナーズに入団。主に一番打者として、シーズンの全試合に出場し、打率、314.10本塁が32打点、29盗塁の成績だった。同年10月28日、ドラフト会議にて、 横浜ベイスターズから7位指名を受け、11月12日に契約金800万円、年俸600万円で契約した。なお、アマチュア時代に結婚、2010年3月には長男が誕生。新人選手にしては珍しい子連れ入団である。2011年は、新人号同時しトレにて、ふくらはぎの肉離れを起こしアピールできず、二軍スタートとなった。 開幕後は2軍で打率、173と打撃に苦しみ1軍出場はなかった。守備でもそれまで慣れ親しんでいたショートより、セカンドでの起用が多く、11失策を記録している。2012年は2軍で84試合に出場し打率、235、4本塁打、21打点と前年に比べ成績は向上したが、守備面では14失策を記録してしまった。 7月29日に公式戦初出場するが、10月2日に球団から戦力外通告を受けた。2012年12月14日、古巣の香川オリーブガイナーズに復帰することが発表された。2014年シーズン終了後、任意引退を理由に大男し現役を引退した。兵庫県のバッティングセンターで野球スクールのコーチをする傍ら、 ボーイズリーグ兵庫大久保ボーイズで監督を務める。ありがとうございます。